はい、皆様おはようございます。 FX システムトレーダーの IT です。現在時刻はですね、2022年、7月16日土曜日の朝6時です。本日の動画はね、 S&P500 連動 ETF を追加購入しましたっていう、先週の結果報告と、次の買い場はね、10月から来年1月ぐらいじゃないですかね、というふうなお話をしたいと思います。で、興味、もし面白いなと思っていただけましたら、チャンネル登録やいいねボタンを押していただけると嬉しいです。こんな感じので、目次ですね。今回の動画は、注意事項をお話しして、で、本題のね、S&P500 の買い時かとか、3ヶ月後とかですよって話を2番目にします。あとは、この目次に書いてある通りの内容です。はい、注意事項ですね。投資系動画にありがちな投資は自己責任ですよっていう動画になります。私自身もね、投資のを誰かに教えて、それで収益を得ているわけではございません。なんか先週の動画もね、非常に多くの方に見ていただいたおかげで、コマーシャルをついたんですが、私個人の収益としてはカウントされませんので、はい。YouTube が勝手にやったということになります。ようでね、よく考えて、皆さんの大事なお金をね、よく考えて運用してくださいというお話です。あとはちょっとね、最近仕事の疲れとかで、話疲れというにちょっと水をね、飲ませていただくことがあります。では、S&P500 がですね、買い得かどうかというところからですかね。先週私は、買い時だと言って、CPI の後に買い、米国消費者物価指数の後に買いました。で、そこで購入をしたので、私にとっては、もう、今は買い場ではありません。また3ヶ月ぐらい待ちますという感じですね。はい。よくね、投資動画のところでコロコロ意見が変わるよっていう人が、非難されますけれども、基本的に、ここは買い時だってなりますけど、こちらは買い時ではないっていうことで、時間の流れで、評価が変わるっていうことはよくあることですので、そこを加味した上で、何でしょう、評価をね、していただけると嬉しいなというふうに思います。はい。ここで買いだになって、こっちで売りだって言ってる人がいたら、それはどうかなというのも思いますけどね。はい。話はさておきとして。少なくとも私にとっては、もうすでに会話は一回過ぎ去りました。というところですね。はい。で、なんで3ヶ月から半年後なのかなっていうお話ですね。1985年から、現在までですね、S&P500 の週足の、週足じゃない、1週間の終わり値を、で、チャートにしてみました。で、その中でですね、1年前の価格よりも安いとこだけ赤色にしています。でですね、基本的に米国経済が右肩上がりで成長するということを信じているならば、いつ買っても構わないっちゃ構わないんですが、基本的にその、皆さんの大事なお金を運用するときにですね、より効率よく運用したいっていうのは誰もが思うはずです。そして、より効率よく運用するためには、例えば、IT バブル崩壊はね、完全にここのところでドルコスト平均法で上がるとき買っても下がるとき買っても同じにはなりますけど、この全体的にただ上がっているときだけ買って下がっているときは入金しないのではなく、上がるときはそのままにして、下がっているときだけ、ね、ドルコスト平均法でこうね、入金していった方が値上がりとしては効率がいいで、IT バブルはね、割と綺麗な上がり下がりの期間が、おおむね同じぐらいなんですけど、リーマンショックとかはね、例えばこうですよね、こう高い期間で積み立てていてもガツンと落ちてしまったらダメージは大きいです。それに対して、今下がり始めてからガツンと下がってから購入をすることによって、基本的に取得単価をどんどん下げることができるんですよね。これは大きいですね。取得単価をどんどん下げていくことで、耐えることができる。体力もね、資金的な体力をつ、体力づくりっていう意味では、下がっている期間で購入をした方がいいですねっていうのになります。IT バブル崩壊、リーマンショック、この二つが非常に例外的なデータではあるんですが、それを除くと基本的には半年から、
1年2年ぐらい続く暴落の期間で、購入をすると、非常に効率よく、その上り調子で価格が上昇している時に買うよりも効率よく資金を増やすことができます。ということで、まあ私が出した2つ目の結論ですね、S&P500 次の買い場は3ヶ月後とかじゃないのっていうのは、この期間っていうのが大体半年から1年2年あるので3から6ヶ月おきぐらいに購入をすると、いいんじゃないっていうね、風に言ってます。まあここら辺のところにちょっと短い期間とか確かにありますよね。短い時はその入ったところで購入をすればいいだけですので、まあそのあたりはあんま気にせずって感じだと思います。ここら辺もね、入ったところで、まあだからまずダウントレンドに入ったら1回買って、3ヶ月経ったら、3から半年経ったらもう1回買って、で3から半年経ったら買ってっていう、その下がっている期間、安くなっている期間で購入をするっていう意識づけがね、大事なんだと思います。はい、ということで、本日のね、動画の、もう結論の部分としてはここになりますね。はい、よく、動画関係とかだと、あの最後の方にならないと結論がわかんないっていうのが私自身は嫌なので、最初の方に、ね、結論を持ってきました。はい、この後もですね、あのご興味がございましたら、継続してね、見ていただけますと嬉しいです。ナスダック100と米国の債券利回り、ナスダックの買い時ですかねみたいな感じですね。いや、これはちょっとね、ノーかなーって感じですね。私は一緒に S&P500 と一緒に買ってるんですけど、債券の利回りが下がんないんですよね。だから正直よくわかりません。債券利回りが下がってくれれば、ここからさらにナスダック100も下がるというふうに予想できるんですが、下がんない。もうちょっと下がらないんでわかんないですね。まあこれはもう、心を殺して、S&P500 よりちょっと少ない金額を入金し続けるっていう戦術を取った方がいいかもしれません。本当に、ちょっとわかりませんっていう状態ですね。で、あとはトピック、最後トピックスですね。あ、最後じゃない。ATF、株価指数関係では日本のトピックスですね。私日経平均あんま好きじゃないのでトピックスの方やってます。こちらの方も、今こうね、1年前の価格よりは安いところに来てるので、確かに買い場っちゃ買い場なんですが、ただですね、トピックスってリーマンショックとかでこの前で2000円ぐらいになってて、そこからだいたい1000円ぐらいもガツンと落ちたことがあるんですよね。で、これからですね、何年後になるかは分かりませんけど、まあ、円高になるタイミングが来ると思うんですよね。1年後か2年後かっていうのは、それはちょっと分かりませんが。で、その円高になった時に、外国の投資家にとっては、まあ、日本の株を持ってても旨味がないんですよね。で、その旨味がないタイミングで叩き売られてから買っても遅くはないなというふうに思います。まあ、もうすでにね、S&P500 の段階で5年に1回ぐらい来るような、安いタイミング、お買い得に買えるタイミングっていうのを待ちましょうっていうスタンスを取っているので、まあ、今更1年2年末ぐらいはね、いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、あれですね、現在50歳、50代の方々にとってはちょっと待てないかもしれないですけど、もし例えば私と同じような30代とかの方でしたら、まあ5年待つのは辛いけど、そこで待った方が、資金効率が良くなりそうですねっていう感じのね、お話をさせていただきます。はい、ということで今はまだね、待ちですね。はい、今週のニュースですね、特にないですね。ちょっと仕事が忙しくてあんま見てなかったんですけど、まあ、基本的には、ニュースらしいニュースはないのかなと思います。まあまあそうですね。はい、で、FX システムトレーダー IT、今 GMO クリック証券でね、2385位という、まあ、微妙な年間ランキングですけれども、まあ、ここのところで頑張っておりますので、ご興味ございましたら、こうね、下の URL をクリックして、URL というか、というか、そう、あれですね、なんか、検索等していただけると、何も、その、
クリックして応援とかそういうのがあるわけではないですし、アフィリ登録みたいなのアフィリエイトもやってるわけではないんですけれども、まあこんな風に、頑張っておりますよというのを、皆さんもね共有できればなと思います。はいはい。で、縦玉の一案というかね、まあ今ペアですね。先週ユーロ円持ってたんですけど、ユーロ円はちょっと売り払いました。まあなんかユーロが上がりそうだなっていう感じが見えたので、まあクソユーロ、まあ、クソですね。まあとりあえずまあ、ヨーロッパの顔の面のね、面の皮が厚い、方々はとても大好きなんですが、まあとはいえねっていう感じで。ねえ、ユーロの価値は上がったり下がったりしていて、今ちょっとパリティになっちゃったりしたので、まあ微妙だなとかって、もう一回パリティになったので、まあ上がっていくだろうと思って、ユーロ円は一回手放しております。ユーロポンドはね、スワップがそこそこ美味しいので、まあ1年、2年ぐらい持ってからね、また売却しようかなと思ってます。まああるいは、これでちょっとプラマイゼロぐらいになったらそこで売り払ってもいいかなと思ってます。ちょっとそこは考え中です。株式のですね、先週の動画のところから多分大体トータル50万円ぐらいかな、増やしています。マクシスのトピックスですね、三菱 UFJ 投資オニャラのところのやつですね、Jリートのやつも買いまして、で、これ野村、日光かな野村かなどっちか忘れましたけど、ネクストファンズってところで、外国債券のやつを、ヘッジありのやつを今買ってます。で、サンドピー500のやつもですね、ヘッジありのを買って、ナスダックもヘッジありを買って、で、米国債券、国債のやつのもね、ヘッジありのを買っています。まあ、基本的に、外国関係のものを買うときは、今、円安だと私は思っていますので、ヘッジありのものを買っています。で、円高になったら、ヘッジなしを買えばいいのかなと思ってます。まあちょっとそこはね、しばらく待とうかなと思ってます。で、今金額がこれぐらいになってんのかなって感じですかね。まあぼちぼち、入金が増えてきているって感じになってます。まあ、で、比率のところもまあ一応目標金額にだんだん近づいている。ちょっと外国債券が少し多いなって感じではありますね。まあ、取得金額で増えて、で、あとは、ちょっとも、損益のところがやっぱ債券が踏ん張ってくれてるんですよね。こういう意味で、ドローダウンを抑えてくれるって意味で、債券を買うというのは一つ面白いアイディアだなというふうに、思いました。まあ、20% しか買ってない債券が、こう、プラスになっているというのは、なかなか面白いね、現象になってますよね。まあ、今実態は 30% ですけど。で、トヨタ自動車、世界のトヨタ自動車ですね。個別株で何を買うかなって思ったんですが、もっと失礼。個別株で何買うかなって考えたんですけれども、まあ、トヨタしか選択肢はないかなと。基本的に私は上手ではない、トレードっていうのは上手ではない。トレーダーと言ってるのにね、トレードが上手ではない段階でいろいろ、おかしいんですけれども、まあ、個別株で、ずっと持ってても構わないような、で、ずっと持ってても株価がおそらく右肩上がりになるだろうと期待できる、企業ってどこかなっていうところだと、やっぱ底力って意味ではトヨタ自動車さんかなというふうに思いましたので、そこだけを買うことにします。いろいろ浮気するとね、だいたい6な目に合わないのが分かってきたので、まあ、日本の世界のトヨタを買うっていうふうに考えています。で、あとは海外 FX の方ですね。今現在ちょっとドル円は135円以上で売り売りに入れ始めています。で、これ積み増しのですね。はい。ちょっと少ない資金からもう一回ね、再起動しようとしています。で、ユーロドルも今パリティになったのでちょっと買いを入れてみました。はい。これがね、プラスになればいいなと。まあ、なんだろう、1.21 ぐらいとかまで上がってくれればね、とても嬉しいなって感じですね。何年かしてパリティ解除みたい、パリティから離れて、またユーロ側が高くなるのかなというふうに思ってたりしています。で、7月11日の週の収益ですね。これは0円でした。まあ、私まだ積み増している段階ですってとこです。で、クレジットですね。お借りした素材や引用させていただいたサイトになります。ありがとうございました。はい、ということで本日の動画はね、以上となります。もし、この動画が面白いというか、また見てみたいなと、思っていただけましたら、チャンネル登録やですね、高評価をしていただけますと幸いです。はい、では、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。